かよ。え、キルできなかったですか、高橋さん。うん。ほら。ナイスー。はい。早っ。え、気持ち待ったよ。早っ。待ってない。1ミリも待っとらんよ。階段登れてなかったよ、エンジン分けなのに。エレキの上げ上げいけなかったもん。タスクも早ければボタンも早いのか。ちょっとすごい悪いみたいに。アルマ神。え、キルできなかったですか、高橋さん。いやいや、そんな時間もなくない。わかんないです。23秒くらい。これキルできなかった2人がほざいてるぜ、これ。で20秒前半だから、そんなことない。いや、前半前半、絶対前半だと思う。ゴミもやんじゃん。気づかれました。粛清されてる。どこで死んでんだ。ゴミ棒が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 。そんな。まあボタン押したからもういい。あ、そう。右見に行けばそうだね。もう用済みで。確かに確かに。用済み。ナミさんエレキにいて、でその後出てったけどどこ行ったんだろうな。どっちの方面に出てた。どっちに出てった。あ、いや、わかんないです。どっちに出てったかわかんない。アスタリスクで交代して、で僕その後メイン、シャワーアーカイブラウンジ貨物って死体探しで全部見たんだけど。あ、一応俺も最後メインに上がってて、魚もすれ違ってるからメインが。俺がね、エレキに降りてる。俺がエレキに降りてるんだけど、ぐるぐるまでは死体はない。あ、それは見てる。ぐるぐるタスク魚を見て終わり。で、最後俺は一応プテ君をエレキに残してきている印象張ってます。ハイブリさんしか見てないけど1から7までやってる。うん、あのガチャガチャタスクはしてたなって思って。プテさんちなみにどこエレキの今。うん、今バイタル入って終わり。あ、扉開けてバイタル入って終わり。じゃあただそのアーカイブを通った時に下と右が開いてたから。うん、開いてた。左で消し待ってた。いや、そうで、だからガミさんって貨物側に抜けたんかなって思って貨物全部見て死体レポート、まあ通報ボタン押してたけど光んなかったから。はたそこカンカンの後どっち行ったの。カンカンで魚さんと会って、その後アーカイブに行ってラウンジの配線できなかったぐらいですけど、その下右が空いてたからサントスさんそっち方向かなと思ってました。うんうん、エンジンか石油行ってると思うけど、エンジン脇でガミさんって僕と一緒に、あ、宿舎脇だっけ、まあどっちか忘れたけど宿舎脇かエンジン脇で一緒にメインエレキって行ってるから左に戻らなさそうなんだよな。え、でもあれよね、バイタル方面はプテ君が扉開けたよね。あ、いや、扉は最後に閉まって、その後に僕が開けて終わり。いや、てかバイタルに行ってたとしたらバイタルにいる時間が長すぎるから貨物に来ると思うけど貨物もいないから。多分停電中は開いてて、停電明けに閉まったものを僕が開けてバイタル入って終わりですね。停電直したのは、はい、展望でイズが直してます。魚さん、うん、多分ほぼ白かな。カンカンであってもう一回ぐるぐるで見たんで、
さすがに切れるとこなさそう、時点で。メイヤ竹雄城です。貨物に行ってる場合はアルマでいいの？あ、まあ、貨物に行ってる場合はもう僕だと思うけど、貨物に絶対したいワンで全部見た。全くガミさんを見てないから分からん、エレキにずっといたけど。見てないね。まあ、上側しか通ってないんで僕ら。いやいるんだったら左側そうだけど。紙棒、高田さん今弁当から出てきました？これ弁当タスクやったよ。おエンジンのでしょ。はい、左側ならハイブリさんくらいしか切れないじゃないですか多分。いや怪しいわ、僕高田さんとエンジンで書かれたよねさっきね。んエンジン どの怪しい。あ、このターン今高田さんが弁当タスクをやってることに違和感です。あ、さっきのターンエンジンにいたってこと？僕がミーティング今いるんだけど、うん、高田さんがエンジンからメイン、僕がエンジンから宿舎で分かれてんすよ、うんうんうん、で僕は今ボタンのとこにいるじゃないですか皆さん視点、はい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 、で高田さんはメイン側に流れてるはずなのにエンジン弁当タスクをやってるのはおかしいから。確かに人外です。あ、人外じゃないです。笑ってますよ高田さんの声が。いや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 、違うよ。だってわかんないこと言うなと思って。僕メインからエンジンに入ってエンジンでその弁当タスクしてる。切るできるってか分かんないけど、だから誰かと知る取り入れてたりはボタンじゃなかった。ガミさんがミーティングで走ったパターン。あ、ガミさん。あ、でもないか。高田健二はゴミ落ちたからもういないんだよ。そうそう、だから別に切れない。なかったね。やっぱりメイン上がって左は行かないとか、うん、関とかの方に抜けてると思う。先に行ってるパターンは誰が切れるの？高田さんだと思う。いやでも伊豆さん、でも伊豆さん今伊豆さんはね無理だと思うよ。だけしてね無理だと思う。あ、そうなんだ、そうなんだ。あ、オッケーオッケー。展望で手で直した後アップロード終わってキッチン展望から扉を開けて明武と合流して終了です。え、関行ってないと思うけど。キッチンいないのか。え、どこで死んでんだ。キッチンはね、いないと思う。あとね、ハイブリさんちょっと厳しいと思う。停電が終わった後に俺がハイブリさんと会っていて、ハイブリさん配線タスクの方行っててるから、うん、ガミさんが除染とかにいないとキルができないと思う。まあその後に行ってるぐらいかな。でもサントさんは除染に、うん、いてたら見えんじゃない？魚から。いや見えない俺の位置はね。うん、オッケーオッケー。高田さんってどっちですか、老朽？恥ずかしい。でも強靭やとしたらなんで出てきたんや。頭ポリポリしてる。やだ、ね、連れて行かないで。コミュサボ中に一緒に行きたかっただけ。連れて行かないで。メヤさん連れてかれてたよ。それはもう嬉しかった。嬉しかったって。かわいそすぎた。坂竹白、エレキ。トスグリ白です。ミーティング。グテから白出るはず。コミサボ直したよね、多分畑さんがね。はい。ガチ。ラインだじゃん。グテアシさんバイタルからバイタル見てそのままエレクトリカル抜けていってるって感じ？バイタル見て死んでることを確認してそのままエレキメインエンジン武器庫です。最後僕はマットメイトが死んでることが僕死んで分かってたからハタサコに直させようって言ってハタサコがコミューサボを僕が武器庫のタスクをやって終わりです。ブリートスはミーティングっぽいですよねこれで。竹そうそう
滝坂はどこですか？エレキ。あ、エレキ、エレキ。エレキで、他の人もエレキで見てるよ、僕らのこと。はい、置いていってます。で、プテハタがコミュ、ね、なんか、プテ坂と俺、貨物で湧いて、うん、で、そこボタン押しに行こうと思って、確認のために。いや、そうですね。そうそう、下行ってくれてたから、俺はじゃあボタンの方って思って、アーカイブでアルマ君とすれ違って、昇降機乗って、ミーティング上がったら、元スちゃんといて、連打勝負で勝った。と。けそこ、高田さんのことをのタスクで詰めた僕ってどうですか？いや、白く、うん、インポじゃないと思ってくれるんだったら、うん、畑さんまで白でいいと思う。うん、あの竹坂の場合エレキに人いたから、そいつらを追っかけた方がいいと思う。じゃあブリトスしかないのか。うん、あれも差し入れ？あ、いやいや、僕視点の話だけど。ああ、そう、うん、アルマ VS ブリトスになってる。そうかな。いやでもまあ下回りで見てて、で僕たちが伊豆さんを見てないから、うん、でまあハイブリさんとかの方が怪しいかな。あ、俺なの？まあ一応僕はアーカイブとかに旗サコに置いてかれてるし、旗竹がシャワーのタオル助けいるのも見た。え、でも無理だよ。いや無理無理。それは前じゃない、その1個前。 あれ1個前だっけ。しかも俺初手切るとかガミさん切るとか普通に魚から白出てるよ。いや白は出してない。あ、ていうかそうだ、初手切るがトス、ていうかどっちも出てるよ。うん、まあスキップ力か魚探してんで。いや俺ね、ボタンない。出してないよ、両方。あの3とそのハイブリも白出してないよ。あ、ごめん、僕入れちゃった。あ、そうなの。初手切りの内訳が成立しなくなるよ。ああ、うん。はい。うん。一応伝えていくと、サントスさんから俺の白は出てるんだけど、俺はサントスさんの姿を見ていないため、うん、サントスさんの白は出せず、ハイブリさんに至ってはハイブリさんはキル難しそうでぐらいで、停電が終わった後にシャワー室からメインホールエレクトリカル降りてるんだけど、そのタイミングでハイブリさんが除染の方に入っていってるから、別にキルはできる。あ、ぐるぐる、あ、ごめんね、先に。あ、いいよ。ぐるぐるって私後出しだったっけ、さかなさんのぐるぐる。後出し。あ、確か。え、アルマ賛否を聞いていい？僕入れた。これは入れてるわ。私は入れてる。なるほど。議論的になんか対抗心みたいな感じで言われたから、うん、別にいいんやけど、うんうん、シンプルに疑問なんですけど、うん、ハイブリさんって最後上がってボタン勝負したぐらいの時間しかないのに、なんでサントスさん隠しろが打てたかが聞きたい。あ、一応だから普通に開けてたから見えてたから。あ、奥で切ってるパターンね。いやとか、その上がる前にだってサボッタージュ中に上がってきてるってことですよね、ボタン勝負が発生してるってことは。うん、違うよ、サントスさん普通にミーティングにいた、うん、見て、で、コミュサボがなんのをボタン開けずに待っててボタン勝負してただけやから、別にそんな連打勝負してたわけじゃない。あ、違う違う、そういうことじゃなくて、うん、ボタン勝負が発生してる時点で、ボタンが押せない状況だから、コミュサボ中に上がってますよね、ハイブリさんって。コミュサボ中に上がってる、うん、そうだね。だったらコミュサボ中って多分キルクーラー開けてるから、なんで白が打てたのかが気になります。だからもうすでにミーティングにサントスさんがいんのよ。はあ、じゃあハイブリさんからサントスさんわかりますよ、それは。サントスさんからハイブリさんに白打ってたのがわかんない。あ、なるほどね。ん？逆じゃない？俺もう、合ってるくない？サントスさんが先にいたんだったら。うん、逆？ハタサコ何？竹魚のラインを追ってないので、うん、プテを白だと思っているから、うん、アルマハイブリで対抗するならサントスさん釣りで良さそうかなと思いました。うん、ごめんなさい。うん、それはない。私の白はさっきも言ったけど、キルクール開ける前にハイブリさんがミーティングボタンに来てるのを見てるからっていうんで言ってますよ。サボタージュ中だったけど絶対に開けてないっていう自信があったってことですね。絶対開けてない、うん、いやまあそこに3人のうちの2人以外だったらサントスさん釣りは安定っていう話だよね。いや、どちらの相手でもハイブリさん結局同じだよね。ハイブリさんってサントスさんに結局白打ってるから、そう、場面上は分かるけど俺視点は絶対に白だから無理なのと。ただ僕の場合は味方が坂畑しかないですよ、プテさんの白で置くんだったら。え、なんで？でも初手もそれこそ魚がさっき白出せんって言ったけど、アルマ君が見てて、ね、でプテ君置いてきてるから、でプテ君ガミさん見てへんだから絶対どっか味方誰なんだ？あれも。じゃあアルマ君まで続いてほしい。いやーライブさんか。ライン追わないで、俺プテ君とか一応プテ君なんだけどライン追ってないから。頑張っていきます。アルマ君もつってほしい。ふう。さあさ。
邪悪なオーラがいけなかったかこれ。そうね。なんで道連れされるんだろうね。そういうモッドが入ってるんですよ。そう。高田さんが。そう、俺名屋にしてる。そう、そうそう。黒猫の釣り先は名屋っていう指定してある。何パーセント ?70% ぐらいあります、ね。70% にしてある。なんや。ならアルマ、あの、まあ、ゲームと思うけどね、アルマはもう。いや、まあ、これ、言いたくなかったから、さっきの議論中に言わなかったんですけど、まあ、ブリトス対アルマだったときに、アルマインポスターのときは、さすがにブリトスに相方いないと思いますよ。うん、あ確かにね。それはそう。だから、サントス・サンズリアンパイは、まあ、僕視点は、まあ、嬉しいから黙ってたけど、うん、そう、ちょっと変、まあ、でも、まあまあまあ。まあ、俺視点はだってもう魚竹を歌そのラインを疑わないプテを白置きするだからもうそうにしかないんだけど、まあそうね、俺の視点はその場合アルマプテなんじゃない。ああまあマットを打ったそうだね。アルマプテの時はね7人時にね一旦スキップの段階でアルマ3票のところを阻止するために強引に釣りに行ってると思う。ハイブリさんとかをあの票の入り方的に僕と鬼卿の内容はもうないと思ってほしいから、ね、うん、僕がこれで、まあ、ハイブルさんだと思ってるのがハイブルさんが貨物上回りでボタンじゃないですか。で僕が貨物下回りでコミュまで行ってて武雄さんとかもエレキで置いてきててその伊豆さんの脇位置がもう宿舎アーカイブとかでミーティングに行ってるケースしかないと思っちゃったけど、ごめんなさいね、アルマさん釣りして普通に縄足りるので、あまあでもそうだね、マットが落ちてるから、うん、そうマット落ちてるから、うん、ボタンある？ボタンあるよ。縄足りるか。ナット正直僕はまあアルマ釣ってもいいけど村がどう見てるかだけど僕はハイブリッドだと思ってるよ。いや、ん？私はこれで旗サコがほぼ来る確定するんで、うん、ボタン押す理由がないんで。左手誰直した今回。あ、僕です。え、てかどうなんだろうな。てかそもそもさっきのキルが1キルしか発生しないから、まあ、別に白の取り合いで僕の相方がなくなるとかもないと思うけど、竹坂でちょっと待って。あ、違うか。そうか、僕の相方って正直鬼木以外誰でもあるよ。あるでも旗底はほぼないと思ってるから。旗底はないかな。ちょっと ごちゃったな。あ、ごちゃったな、ごちゃったな。最後の10秒で押します。へい、頑張れ。無理でしょう。そうやんな。言わんでよ。応援はするやん。応援はしようよ、そこは。さすがにここか。無理でしょう。応援はしようぜ。さすがにここか。さすがにそこね。ね。そろそろと。もうついていくボタンを押すだけでいいから楽なんだよな。さすがに。これ3対3でイビルですか？うん。イビル。あ、イビルか。押される。うん、強すぎなら、アルマ狂うかな。タスクは100終わります。まあ先にスキップなんだったら。いや、100はあれちょっと僕無理かもな。ああ、マジですか。うん、ばらけちゃってるんだよなタスクが。いや、なんかサントスさん視点って、うんうん、まあ、僕がそのさっき浮いてるからインポスターだとして、そのもう1キル、さっきって1キルしか発生してないじゃないですか、うん、だから僕を疑うのは分かるんですけど、その相方、そうだね、そうだから相方位置ってそのラインとか関係ないんですよ。白取り合ったってだけだから、旗さこだけないね、さっきも言ったけど。え、 なんでですか。ほぼ押す意味がないかなと思ってるから。いや、僕は鬼木以外全員あると思ってますよ、正直。僕の相方位置ってそうだね。だって坂竹が白を取っててプテハタが白を取ってるけど、これってそのさっきの単独のキルの白だから、僕の相方位置にはなり得るんですよ。僕がさっきをキルをしていて、相方がそうさっきのキルしてない位置だったらあり得て、で鬼木だけないと思ってるのは票が僕に入ってたから、7人の時に
だからあの僕の相方ってサカプって旗どれでもあるはずなのに、うん、なんか縄が足りるって言ってたから、もうやっぱもう間違いないと思う、うん、アルプテで決め打ってるってことですよね多分。いや行った時はそうだなと思ったけども、まあ、確かにそうね、旗そこないぐらいしかないね。旗まあ、一応僕って高田さん釣りの議論で白を置いてもらってたから、うんうん、まあ、ここを弾いた時に僕が旗さんを弾いてるわけだから、まあ別にそれはいいと思うけどね。あのさん、まあ一応高田さんマットだから、あのマットだったらまあ打ってもっていう感じでは見てたんだけど、まあまあ、でもこう、うん、このターンボタン押せるようだったらアルマ白でしか見れなくなるかな、高田さんと3になるかな。そうだね、前回のターンもそうだったし、まあまあ2ターン連続キルしてないことタイミングでもう決め打ちだと思ってたから、うん、僕は3と3に入れてたけど、うん、なるほどね。アルマさんとアルプテが入れた？おにぎりタスクきついんだよね。アルプテっぽいね。サントスさん入れたの。じゃあまあサントスさん乗ります。それに。次行きましょう。高田さんはなんで弁当出たんだろう。なんでだろう。気分？なんてないの。いやなんか出ちゃったマジで出なきゃよかった本当。出ちゃった出たタイミングにちょうど伊豆が来ちゃった高田さんせめて 50% にしてください。あ、オッケー、名屋の道でじゃあちょっと 50% に入れて、ね、神さんどこで 50% 許容する価値やばいな。神さんはどこで切られたんですか。僕は石油ですね。石油、あじゃあサントスさんかな。いや私じゃない、私じゃない、あハイブリさんなんだ。あちょうど間なんだじゃあ、うん、はあよし、じゃあ行きますかね。はい、はい、はい、じゃあ